悪いことをする時間よ。かくれんぼ開始ね。ねえ、私も。天の道は一切愛せず、聖人の道はなしで争わず。さて、今日は。悪いことをする時間よ。かくれんぼ。拒まないで。この瞬間を永遠に覚えて。
ごきげんよう。新しく。ケビンに出会ったなら、その不親切さを許してあげて。男の子はまっすぐな生き物だからね。
者になってくれる？芸術は小道を覗いたとき、
私の。人々が彼を孫主と呼び始めたのはその後だったのね。新時代が始まった時から彼はもうヨルムンガンドの首領なのかと思ってたわ。それより私はあのことの方が気になるな。孫主を漁師の海に閉じ込められるのは英傑しかいないはずだ。ごめんなさい友よ。たとえその相手が英傑でも私は想像もできないわ。エリならできるかもしれないけど、あなたも知ってるように彼女のはずがない。だからそれはケビン自身の意思だと思う。彼が最初から成婚計画を始めていないことこそがその証明じゃないかしら。それでもあの方がしたことは成婚計画と何の関係もないとは言い切れない。ジャッカルの話が本当なら、孫主がカスラナと名乗り出した時のことが
様々な奇跡として脚色され、それがヨルムンガンドの信仰の大きな推進力となったという。あの方は意図があって、そうしたってわけじゃなさそうだが。ケビン、先行者たちはいろんなことを体験した。それはもう、私の時代ではないけれど、私は彼らに祝福を送りたいと思ってるわ。そういえば友よ、今回は何をしにここに来たの？昔みたいにお前と酒を飲んで世間話をするためさ。あなたのようなものは珍しいわ。後継者にとってこの酒も偽物に過ぎないというのに。確かに舌は味わいを感じられるし、酔った心地にもなれるけれど、それは意識を騙してるだけだと彼らはそう思ってるわ。それの何が悪いんだ？古の楽園の技術を手にできないのが残念だよ。そうじゃなければ意識のバー、最高のビジネスチャンスだろ。そうは思わないか？大多数の人はお前みたいにセンスがあるわけじゃない。彼らが酒を飲むのは味わいを楽しむためではなく、酔えるからさ。本物の液体かどうかなんてどうでもいいんだ。それに、私が楽しみなのは、酒を飲んだ後に起きることだ。さあ、乾杯しようか。ええ、乾杯、我が友よ。かすらなか。